平岡先生に日本人の心構えというか心のお話もお願いしたいと思います。はい、日々の中でその思い方や考え方があると思うんですね。でどうすれば私たちは日々を幸せに暮らしていけるのかといったことだと思うんですね。例えばお金や物を揃えたところで穏やかな生活が送れなければ、豊かな心にはなりませんし、お金が一番分かりやすいから申し上げるわけですけども、お金だけが目的の人生であればたくさんのお金を得た人が世界から称賛され大切にされるはずですが、実はそうではないということを私たちはもうなんとなく気がついてきてるんではないかなという気がいたします。いつも私よく申し上げていることの一つは、何をしたかではなくどういう思いを重ねたかということなんですね。例えば二宮尊徳という方がですね、桶の中に水を入れて自分自分ってやると全部向こう行ってしまう、だから押し出したら帰ってくるという例え話をしています。でこれどういうことかといえば、いつも申し上げていることが、自分さておき人様に己を忘れて精魂尽くすという言葉なんですね。一つには日本人は利他の民族であります。誰かのためにということをとっても大事にしてきた民族なんですね。喜多方から生まれ育ったその集団運動を提唱したその蓮野文造という人も、いろいろなことに悩みを持っていたり、毎日がなんとなく不安であったり、もやもやとしていて晴れない時には奉仕をするといいというふうに言ってるんですね。奉仕をするといい、そうするとその自らの心の中に温かいものであったり大切なものが見えてくるであろうという言い方をしています。でそれはどういうことかというと、日々の中において我々が大事なことというのは、感謝しながら喜んで生きることでないかっていうふうに思うんですね。蓮野文造という人は、すべてを感謝し常に喜び絶えず祈るという言葉を残しています。実は聖書の中に出ている言葉でもありまして、というか聖書の中に出ていた言葉からですね、蓮野文造という人が自らの人生指針としていただいたわけなんですね。その意味ではその言葉の前にはですね、悟れる者の生涯には恨みもなく呪いもなく全てを感謝し常に喜び絶えず祈るというふうに書いています。日々の中においてはいろいろなことが起きてくるわけですね。毎日一緒にその生活する中でついついイライラして家族にその思いをぶつけてしまったり、順調にいくはずの仕事がうまくいかなかったり、またなぜか急にトラブルを抱えてしまったり、世の中も見ていると戦争が起きたり、物が値上がりをして一体どうやって生活していこうかって頭を抱えている方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。またコロナの問題もあります。ですけども、そういった中においてすべてを感謝し常に喜びという常に喜ぶということは、起きてくることの全部が我々が意味があると捉えていくことが一つ大事なことではないかということなんですね。で先ほど日本人の和の心は受け入れる心であり、すべて出来事もまた人も受け入れてきたということを申し上げました。例えば会社にお勤めの方であれば、ここの会社になったらいい仕事ができるんじゃなかろうかとか、理想の会社に就職できたって思っていたら、人間関係で悩んで苦しんだりとか、上司からいじめられたとかですね、またはパワハラセクハラにあっただとか、いろんな問題を抱える場合があります。ですけども、こういったことごとも自分が全て思い通りになって望み通りになる人生っていうのはどこにもないんですね。そうすると誰しもが苦しみや痛みというのを抱えますし、またもっと言うと悲しみに出会わない人は一人もいません。親との別れは必ずやってきますし、場合によっては子供を先に見送ったりとか、またとんでもない悲しみに、これは福島の皆さんにとっては先の震災、東日本大震災もそうでありました。人によってみんなその必ずそういったものに出会っていくわけですね。でそういった物事をなんで自分がこんな目にと捉えるのと、これも意味のあったことかもしれない、これも自分に必要なことであったかもしれないと捉えることには大きな違いが出てくるんですね。ですからそういったことについて我々はどうしたら幸せになれるのか、その思い方や考え方によって捉え方が全く変わってくるんですね。起きる出来事というのはある意味では選べないかもしれません。誰だって事故にも出会いたくないし、病気にも出会いたくはないわけです。ですけども、病気に出会うことで優しくなれたり、事故に出会うことで謙虚になれる、そうすると病気や事故も必要だと思う世界が起こしてくれているのではないかと考えることもできるわけですね。ですからそう考えると、私たちは起きてくることは変えられないし、自分で選んでる人生のようだけども、選べる世界の裏側には選べない世界がある。でもその起きてきたことを
どう捉えていくかによって人生は変わっていくわけなんですね。ですからそれを我々の先人たちはお天道様がいつも見ていてくださってる、神様や仏様が見ていてくださってるから、そう捉えて感謝や喜びに変えてきたんではないかというふうに思うんですね。それが何をしたかではなく、どういう思いを重ねたかということである、うん、もし大きなことをした人が偉いとか、うん、人から認められるということなんであるならば、政治家やお金を持っている人ばかりが大きなことをしたことになります、うん、しかし今から2000年以上も昔にお釈迦様という方が祇園精舎というお寺を寄進ですね、寄付された時に、お金持ちにしかそんなお寺なんていうのは寄付をすることはできません。でも同じように徳を、功徳をいただく道がありますよ、それは一緒になって喜ぶことですよ、というふうにおっしゃってるんですね。でもこれがなかなか喜べないんですね。うん、例えば我々修行団でも一生懸命こんなにやってるのに、どうして修行団には人が来ないのに隣の神宮会館ばっかり人が来るんだろうとか思い出すと、ついつい嫌な話になるわけですね。だから商売も一緒で、あやちゃんなんかは割と良い人生を歩いてこられて、商売なんかも成功されてる方じゃないかと思いますけれども、それでもなお、例えば一緒にスタートしたあの人はあんなに保険の契約も貸し取って人も使って大きな会社になってるのに、うちはいまだにこの程度だわとか思い出すと、やっぱり苦しくなるわけですね。でも同じ業界の中でも、やっぱりスタートしても大変な思いされてたり苦しんでる方もいらっしゃる中で、ある程度やっぱりうまくいってることがありがたいことだと思い出せば、ね、いい主人も授かってるしとか、それからこんな天苑村みたいないい場所に引っ越せたしとか、いろんな風に思いが感謝に変えていけば、それが自分の喜びにつながっていくわけですね。ですから何をしたかということで言うと、大きなことをする立場にある人が大きなことはできますけども、それであればじゃあ障害を持って生まれた人や幼くしていく、亡くなっていく、病気で亡くなっていく子供には何の価値もないっていう話になってしまいます。でもそうではないんですね。短い生涯の中でも本当に一生分の働きをして尊い人生を歩かれる方もいらっしゃるし、また障害を持って生まれてきても本当に周りの人たちの心を和ませて、むしろ周りの人たちがこの子によって自分の人生変えてもらったって言われる方、むしろ障害を持って生まれてきた子どもたちというのは、そういうふうに周りの大人たちを変えていくことが多いんですね。ですからそういう意味では我々は何をしたかではなくて、どういう思いを重ねたかということが、その人自身の命を輝かしていくもとではないかという気がいたします。そんなことをですね、いろんなさまざまな例を交えながらご一緒に、講演会の中で、ご一緒に考えることができたらなっていうふうに思っております。あ、でもね、本当に先生のお話を年に1回必ずずっと聞かせていただいてたので、また仕事はね、おかげさまで順調だったんですけど、プライベートは結構いろいろありまして、映画が1本できるんじゃないっていうぐらいの不幸に見舞われるプライベートは結構、事件が結構あったんですけど、そのたんびにやっぱりこういうふうに教わった言葉を思い出して、ここから何を学ぼうかっていうふうに考えて生きてこれたなとは思いますね。すごく励みになりました。たった人の人生が変わるだけで、その人の影響を受けたたくさんの人たちの人生が、ね、心の目が開かれて人生が変わっていくことって大いにあるんですね。あやちゃんがこういうことを伝えたい、こういうことを広げたいと思うことによって救われていく人がたくさんいるとするならば、あやちゃん一人を苦しみたり悩んだりさせることによって目を開かせようという働きが、これが天の働きでないか、むしろ大きな愛情じゃないかと思うんですね。ですから順調な人生というのは、言ってしまえばつまらない人生だ。そうですね。まあなんか途中であまりにも波乱万丈だったので、なんか本当に生きるのがしんどいなと思ったことが数年間あったんですよね、やっぱり。ただ辛い時に伊勢行くっていうのが、ね、すごく励みになったんですよ。とにかく蓮沼門蔵という方の言葉にね、針のむしろも剣の山も皆これ誠の喜びに導きたもう、神の摂理にあらざるはなし、一切の事情、一切の境遇を通して永遠に変わらざる恵みのもとを知らしめたまわんとするなり、というふうに書いてるんですね。針のむしろ剣の山というのは、ご存知の通り地獄の姿です。その針のむしろも剣の山も皆これ誠の喜び、本当に皆の喜びに導いていくための神の摂理にないものではないものは一つもないっていうんですね。一切の事情、一切の境遇を通して永遠に変わらざる恵みのもと、つまり天の働きですね、これを教えようとしてるんだ。そうすると我々は本当に泣き手泣く者の悩みを知り、
暗きに歩みて暗きあいものの疲れを知る。この清き涙こそ汚れたる家庭を清むる涙なれ。この熱き涙こそ冷たき現世を温まる涙なれ。というふうに蓮沼文蔵という人は残しています。蓮沼文蔵という人自身が多くの苦しみの中で貧しさの中で泣きながら歩いてきた人だったんですね。そうすると私たちは自らの受ける苦しみや悲しみによって当然そこを通っている時には泣きながら苦しみながら歩いていることがありますけども、そうしたことによって自分の命の根を育てていただく、はい、命の根を育てていただくことがあるんですね。そしてその自分の体験を通して泣く人に寄り添っていったり、また痛む心を痛めながら苦しいところを歩いている人々に一緒になって歩いていこうよ、きっと神様や仏様を見てくださってるよ、だから大丈夫、きっと大丈夫ってそう言ってあげれることがあるんですね。そうすると私たちはいっぱいいろんな人を泣かせたり苦しんだりする中で自らも詫びて話す先、お礼で実るという言葉があります。いろんなことで詫びなきゃいけないことはあるかもわかりません。ですけどもその泣きつつ祈る涙の中に祖国を救う霊が育まるなりというふうに蓮沼文蔵が残していますけれども、私たちはその自らが犯してきたさまざまに至らないことや苦しみの中からそれでもなお神様を見守ってくださっている、そして本当に自分がこうして生かしていただいていることがありがたいと思う中から世の中を良くしたいという思いが生まれてくるんですね。それが先ほど申し上げたその自分さておき人様に己忘れて成功を尽くす、つまり我々は自分のさまざまな苦しいことや辛いことを通して自分の人間性が磨かれ、その人柄を通して周りの人を育てていきたい、これが和の心へとつながっていくんじゃないかなって気がするんですね。人はみんな美しいものを持ってるんですね。でもそれが日常の生活の中でお金がないと生きていけない中で、例えばお金だけを求める生活になってしまったり、生きるために必死だから周りの人を蹴落としてでもというような、ついつい心が汚れてしまう時があります。ですけどもいろんな苦しみを受けたり、その悲しみの中で人から助けられたり温かい思いを注いでもらったりすると、人本来が持っている美しいものに目覚めていくんですね。そうした時に実は自分も生かされていた、周りの人に助けられていたということに気がついていくと、世のため人のために働いていこう、もしくは自分のいただいたこの愛情を周りに分けてあげていこう、それが本当の意味の全てを感謝し常に喜び、そしてその絶えず祈るということじゃないかなと思います。本当ですね。今日ね、ライオンズゲートって言ってらしいんですよ、スピリチュアルな業界では特別な日なんですって。でこの特別な日にねこの動画を撮らせていただいてて、本当にねありがたいなって本当に思ってるんですけど、今悩んでる人がね、たくさんの人がこう修養団の教え、寺岡先生のお話を聞いてくださると思うので、たくさんの人にこのお話聞いていただきたいなと思います。で先生、最後に皇室のことってね、修養団では皇室についてはどのように教えてくださるんですかね。今の上皇后陛下美智子様がおっしゃった言葉の一つにですね、はい、皇室は祈りでありたいというふうにおっしゃってるんですね。順徳天皇という方がですねおまとめになられた本の中でも、皇室の一番のなすべきことは宮中祭祀である、つまり、お祭り事であるというふうにも言われています。ですから皇室がずっと神との対話の中でやってこられた、これは一番国の最初の時に三種の神器というものを授けられているわけですけども、三種の神器の特に鏡は自分を映し出すものなんですね。この映し出すということは、鏡の蚊というのは明るいという意味があります。お母さんの蚊と一緒なんですね。白蚊と照らす我が家の太陽のような人という意味なんですね。で、蚊は暗いという意味です。自分の中に誰しもが、あの人は蚊が強いねという暗いものがあるんですね。我が身は我が身です。ですから、誰もが明るい部分と蚊と蚊が身の中にあるわけですけれども、心を磨くというのは大和言葉で言うと、身が苦しいと書いて磨くなんですね。人は苦しい時や辛い時に思いが磨かれていくんですね。なるほどね。で、そうするとね、その苦しい時や辛い時に磨かれていくことによって我が取れていきます。そうすると我が取れていくと我が身から我を取ると残る言葉は神、
ですね、はい、ですから神様というのは遠いところにいて私たちを見守っていただくのも神様ですけど、私たち自身の心が美しく磨かれていくこと、辛いことや苦しいことを通していわゆる天の仕込みの中でその思いが磨かれていくと、本来人が持っている美しいものへと立ち返っていくんですね。そうすると私たちはどうなっていくかというと、いわゆる全てを感謝し常に喜び絶えず祈るような姿になっていきます。つまりなぜ祈るのかといえば、我々はこの地上に生まれてきて、そして一緒のようにこうやって生きていますけども、当然生まれてきたということはみんな貯金通帳と借金通帳を持っていますから、借金のない人はいないわけです、はいはい、その借金が現れていくときに苦しみや悲しみとして生まれてくるわけで、出てくるわけですね。その出てきたものをみんなが同じように苦しみや悲しみを背負うのであれば、そのことを少しでも人に寄り添っていこう、これが皇室の働きだったと思うんですね。ですから皇室というのは、美智子皇后様が皇室というのは祈りでありたいとおっしゃったのは、誰もが背負う悲し、辛さや苦しみというものを常に祈りながらそこに寄り添うことによって、少しでも力になって、本来神様が上が願われている、その道に一緒になってやっていきましょうということだったと思うんですね。ですから皇室の存在というのは祈りであり、また寄り添うことでありました。今の陛下もその即位の時に、皇室歴代の陛下が国民に寄り添い、国民に思いを寄せながら歩いてこられた、その姿を尊いものとして、私自身も国民に寄り添いながら務めを果たしてまいりたいと思いますというふうにはっきりとおっしゃっているわけですね、はい、そう考えると、確かに世界において、世界中においてずっと大切にされてきた聖人君子と呼ばれる人たちはみんな祈りの人であり、寄り添ってきた人たちでありました。お釈迦様もキリストも孔子もソクラテスも、そしてみんな寄り添ってきた人であり祈りの人でしたけども、それが我が国においては皇室、天皇陛下だったと思うんですね。で、京都には石灰の壇と呼ばれる場所があります、はい、これは長く住まわれていた清涼殿というところの東の南側、東南の角口に扉を一つ、襖を一つ開けると庭から石、土を突き固めた場所があるんですね。そこに天皇陛下が寝てて、毎朝東南方向に向かって祈っていたということがもう記録には残っています。で、京都から見て東南方向に何があるかというと、これは伊勢なんですね。ですから毎朝伊勢を向いて陛下は祈ってこられたわけであります。で、そうすると、さまざまな記録の中にも、例えば後醍醐天皇という方はご存知の通り、北朝と南朝に分かれて争いがあった時ですけども、北朝に囚われの身になっている時には囚われた屋敷の庭に出て国民のために祈りを捧げられたそうでありました。また明治天皇は9万首以上の歌を、和歌を読まれた方でありましたけども、最もたくさんの和歌を読まれたのは日露戦争の最中でありました。それは、ね、遠く国を離れて戦争に行っている人たちは暑い中においても軍服を脱ぐこともできず、一生懸命戦いに努めていることであろう、そう思われて暑い夏にだらだらと汗をかきながらずっと国民のために祈りを捧げられたんですね。そして陛下が常にやっておられたことは、亡くなられた方の名簿をずっとご覧になりながら、いつも亡くなられた方への思いを注いでいらっしゃったそうでありました。また傷を受けし民、つまりは戦いで腕を落としたり足をなくした人たちのこと、戦病者の人たちのことをずっと気遣われ、そして傷を受けし者たちのことを祈り続けていらっしゃったそうなんですね。ですから歴代の皇室がそうやって国民に思いを寄せ、でそして、祈りを捧げながら歩いてこられたんですね。でその一つ話を、エピソードをですね、申し上げて終わりにしたいと思いますけども、はい、先の戦争が終わった時にですね、昭和天皇は戦いに窮ついた国民を慰め励まし勇気づけることがとても大事だと思われたんですね。で、本来天皇陛下に戦争の責任がないにもかかわらず、自らが戦争の責任を取ってその位を降りられるおつもりでした。しかし今戦争に窮ついた国民を慰め励まし勇気づける方がよっぽど大事だと思われて各地を回られたんですね。御巡行と言います。昭和21年から足掛け8年半かけて回られました。佐賀県に行かれた時に院通寺というお寺に行かれたんですね。でここでは
戦争で親を亡くした子どもたち、戦災孤児といいますけれども、調べ勘賀というご住職がこの親のない子どもたちを引き取って寮で育てていらっしゃったんですね。佐賀に行くというのを聞かれた昭和天皇が、だったら調べのところに行きたいとおっしゃられて、それで陰通寺に足を運ばれたんです。で、この心を洗うと書いて先進寮という名前のついていた寮に中に入っていかれますと、子どもたちが緊張した面持ちで待ってたんですね。で、一部屋ずつ巡りながら最後の部屋へ行かれた時に、それまで穏やかであったお顔がにわかに厳しい顔つきになられて、一点を見つめて動かなくなられたんですね。その視線の先に何があったかと言いますと、10歳の女の子が2つのお位牌を抱えて座っていました。しばらくして女の子に昭和天皇が、お父さん、お母さんと聞かれると、女の子がうなずきながら、はい、これは両親の位牌です。そう、どちらで、父は満州とソ連の国境で名誉の戦死をしました、母は引き上げの途中で病気にかかって亡くなりましたって答えたんですね。で、それを聞かれた陛下が、お寂しくないって聞かれるとね、女の子をこう答えたって言うんですね。いえ、寂しくありません。私は仏の子供です。仏の子供はお浄土に参ればきっともう一度亡くなった両親とも会えるんです。私は亡くなったお父さんに会いたいと思うとき、亡くなったお母さんに会いたいと思うとき、御仏様の前に座ります。そしてそっとお父さんの名前を呼びます。お母さんの名前を呼びます。すると両親はそばに来て、そっと私を抱いてくれるんです。私は仏の子供です。決して寂しくありません。と答えたんですね。陛下と女の子がじっと見つめ合ってました。しばらくすると陛下は、右の手に持っていらっしゃった帽子をすっと左の手に持ち替えられて、部屋の中へ入られたんですね。そして女の子の頭に手を置かれると、御仏の子供は幸せね、立派に座っておくれよとおっしゃいながら、頭を撫でながらハラハラと涙を、大粒の涙を畳の上にこぼされたんですね。それを見ていた女の子が思わず、お父さんって言いました。あの人みんな泣いてきたんですね。陛下が寮を外へ出られますと、幼い子供たちがついてきて、陛下のこの袖を引っ張りながら、お父さんまた来てね、お父さんまた来てねってすがるんですね。陛下は流れる涙を隠そうともせずに、うんうんおっしゃっていたそうでありました。後に一種の和歌が陰通寺に届けられたんですね。御仏の教え守りて、すくすくと追い育つべき子らに幸あれって、この和歌に込められた陛下の思いをみんなに聞かせたいと願ったご住職によって、この和歌はお寺の梵鐘鐘に刻まれて、今も佐賀の陰通寺に行くと里に響いてるんですね。あの東日本大震災の時に、陛下、天皇陛下と皇后陛下は東北の地において、瓦礫の山を前にして、多くの人を飲み込んだあの海を前にして、雨がザーッと降りしきる中で、傘もささずにずーっと海に向かって頭を下げていらっしゃいました。その後ろで宮城県の村井知事は号泣してたんですね。こんな姿は世界のどこにもありません。今の上皇様が天皇の位にある中でずっと大事にしてこられたことは何ですかってご学友の方に聞かれて、それはただ国民の幸せだけを願ってまいりましたと即おっしゃったそうなんですね。そう考えると、皇室というのは今も変わることなく、今日も朝から伊勢を向いて我々のことを祈ってくださってるんですね。日本人は祈りの民族というふうに言われてきましたけども、我々が祈らない時も祈られています。その意味では、我々がもう一度日本人の心に立ち返るということは、目に見えない天地、雨土ですね、そして神仏を敬いながら誰かのために寄り添って祈り続ける、こういった生き方が我々自身をの心を豊かにし、幸せにしながら、何か見えないところから風を吹かしていただく大きな力が働く元ではないかという気がいたします。
日本が良くならなかったら世界は良くならないんですね。ぜひそういう意味で私たち日本人に生まれさせてもらったものが、もう一度先人たちが培ってきた美しい心を、君民一体と呼ばれるように皇室が大事にしているものを我々も一緒に大事にしながら、共に世界の平和を願いながら、その一体となって歩んできた、こういった美しい日本人の在り方というものを皆さんと一緒にもう一度思い出して、次の世代と伝えていけたらなというふうに思っております。ぜひそういう意味で9月の3日の日にはまた、はい、あの福島の地で皆さんとお会いさせていただきたいと思いますし、はい、そしてまたぜひこの伊勢の地にもお帰りいただきたい、ね、伊勢という場所は心のふるさとと呼ばれていましたから、はい、ふるさとは来る場所ではなく帰る場所でありますから、ぜひまた佐々木さん、あやちゃんたちはじめ皆さんとご一緒に伊勢にもお越しいただければというふうに思います。ありがとうございました。伊勢のイベントも結構ねお申し込みたくさんいただいてるんですけど、まだもう少し大丈夫かと思うので、ぜひね寺岡先生とにお話を主要段で、聞きながら、学びたいなと思います。先生本当に長い間長時間ありがとうございました。ありがとうございました。今回の、ね、講演会の題名が大和の心こそ無限の力、私はね日本人としての生き方に気がついたら、そこから無限の湧いてくるような力があると思うんですね。そしてこれからのこういうなんか先の見えにくい暗い時代であっても、希望を持ってみんなで社会を良くしよう、そして自分たちが良くなっていくことが日本の国を社会を元気にして良くなっていくものだっていう意味でね、大和の力こそ無限の力、素晴らしい題名だと思いますので、うん、ぜひ9月の3日には福島の地でお会いしたいと思います。はい、本当に皆さん